はい、どうもこんにちは、元です。最近ではポケモンカードの高騰が見られていますが、やはりバブルの時のイメージとしてはリーリエですよね。さすがにガンバやエクバなどは手が出せませんが、あのカードたちの価格帯はどのようになっているのか調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はソルガレオ&ルナーラ GX スペシャルアートです。メルカリでの高値では2万9000円での取引がありました。購入相場的には1万8000円から2万5000円での取引がありました。2枚目はピッピ CHR です。高値では2万6000円での取引がありました。購入相場的には1万9000円から2万5000円での取引がありました。最後はリーリエの全力 SR です。高値では約2万9500円での取引がありました。購入相場的には2万4000円から2万9000円での取引がありました。あの大高騰時代よりは価格帯は落ち着いていますが、やはりリーリエというキャラクターは本当に強いと思います。個人的にはソルルナのカードも好きですが、ピッピのイラストは1枚欲しいなと思っております。皆様はリーリエ関連のカードはどう思いますか？コメント欄よろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報を発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。